パーキンスはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールリング級駆逐艦の一隻艦名はジョージ・ハミルトン・パーキンス大将にちなむ。パーキンスは1909年3月22日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で寄港する。1910年4月9日に浸水し、1910年11月18日に、 艦長ジョエル・ r p プリングル少佐の指揮下収益する。7年に及ぶ平時活動では通常戦隊及び予備役戦隊で活動し、パーキンスは1917年4月3日にフランク・エム・ノックス隊の指揮下再収益した。ヨーロッパのアメリカ海軍駆逐艦部隊第2分艦隊に配属され、部隊はポールディング及びウィルクス、アムメンが含まれた。 舞台は1917年6月から11月までアイルランドのクイーンズタウンを拠点として活動した。この期間にパーキンスは8月7日にトカの生存者を救助しサンナゼールからアイルランドまでボヘミアをクイーンズタウンからリバプールまでニューヨークを護衛した。パーキンスは1917年11月にアイルランドを出港、ニューヨークに向かった。 1917年から18年にかけて、パーキンスは、サウスカロライナ州チャールストンでオーバーホールを行う。1918年3月から12月まで、ニューヨーク州のグレーブズエンドワン沖で活動し、対戦紹介及び、護衛任務に従事した。1918年6月2日には、ニュージャージー州沖で、ドイツ潜水艦 U-151 を目撃する。 戦団護衛任務ではパーキンスは様々な船を護衛した。その中にはハリファックスニューヨーク間でプレジデント・グラント、プレジデント・ワシントンの護衛も含まれた。パーキンスは1919 19年12月5日に予備役艦隊入りし、1935年3月8日に除籍された。その後6月28日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。